浜ひさかきは、ひさかき族の常緑オダカキである。海岸近くに多く、同族のひさかきより葉が丸く、分厚く、光沢があり、乾燥などに強い。海岸林に、一般的なオダカキで、風当たりの強い海岸林で密な林間を構成する、ものの一つである。名前も、海岸のひさかきの意味である。別名一そしばしお風や乾燥に強いことから、街路樹として用いられることがある。 ヒサカキのような宗教的な利用はなされないため、知名度はヒサカキより低い。常緑低木で高さ5メートルくらいまで。直径も20センチメートルほどになるが、根本から枝を出すことが多い。樹皮は灰色がかった褐色。新しい枝は褐色で時に毛が生えており、2年目から皮目を生じる。葉はトーラン型で、先端はわずかにくぼみ、木部はくさび型。 長さ2から4センチメートル。葉質は厚くて硬い。表側は新緑色で強い光沢があり。円は葉状の巨子があるが、葉の円が裏側に反り返るため目立たない。小枝はやや横向きに出て、葉が2列に並び、水平に広がる。この点は、ひさかきも同じだが、葉が密生しているためこの種でその印象が強い。 花は10から12月に溶液に1から3個たばせし、下向きにつく。白い5枚の花びらは、壺状に寄り添う。果実は、計5ミリメートル、丸くて、黒く熟する。花のつく枝ではほとんど全ての葉の根元にずらりとつく。黒ロパンガスにつけられた、臭いと似ているので騒ぎになることがある。実は、黒色で鳥が好んで、食べに集まってくる。本州では、千葉以南。 四国、九州から琉球列島に見られ、国外では朝鮮南部、中国に分布する。琉球列島では変異種が多く、内陸で見られるもの、ヒサカキに近い形質のものも見られる。テリハヒサカキ、豆ヒサカキ、ケナシハマヒサカキなどのいくつかの型に分けることが試みられたが、それらも中間型があって区分が難しい。ヒサカキ族にはこの他に、 日本にハッシュが知られる。一般に見られるのはヒサカキで、それ以外の多くは南方離島産のものである。静岡でガス臭。騒ぎ原因は植物浜ヒサカキから静岡新聞ニュース2013年11月27日。ありがとうございます。